こんにちは。朝6時ちょっと前です。雲が出ていますが、お日様も出ています。気温は24度くらいですね。お見苗市の腹広ママちゃん、今日もいません。どこに行っちゃったんでしょう。くす玉咲き水芙蓉、まだ日差しが弱いので葉っぱがピンとしています。梅もどき大納言、毎日心配で見ているんですが、だんだん赤いのが増えてきました。ともえ草一輪だけ咲いています。大きさはこんな感じですね。パンパスグラス、ほんの少しだけ揺れています。ほぼ無風と言ってもいいと思います。4本穂が出てますね。三尺バーベナの花にツマグロヒョウモンのメスがやってきていました。9時半です。阿武隈川はこんな感じですね。静かに流れています。雲は夏の雲でしょうか。工事も順調に進んでいるみたいですね。地獄のような暑さに耐えて、お彼岸の買い物に徒歩で行ってきました。11時11分です。汗だくで帰ってきて洗濯物を干すと強風が吹いてきました。慌てて取り込んだんですが、3分後に雷鳴が聞こえてきて、そしていきなりの豪雨です。激しい雨ですね。怖くて窓が開けられないのでデジカメで撮影しています。パンパスグラスはぐったり、そして薄の周り、すごい水たまりができています。空が少し明るくなってきたような気がします。そして水浸しですね。こんなことは本当に経験がないです。ちょうど12時ですね。晴れてきました。雲もまだあります。一気に蝶が戻ってきました。ほとんどはツマグロヒョウモンのようですね。10匹以上いると思います。パンパスグラスは丈夫ですね。あんなに、ぐちゃぐちゃになったんですが、折れることもありません。風に揺れています。30度以上あったのに25度くらいまで気温が下がりました。ガルビネアスイートフロスティング、咲いてましたね。くす玉咲き水芙蓉は、雨で暑さが和らいだので、また葉っぱがピンとしてきました。倒れなくてよかったです。梅もどき大納言の実も、強風と雨で落ちるようなことはなかったようですね。ガルビネアスイートメモリーだと思います。パンパスグラス、あっという間に乾いてきました。葉っぱに水滴は全くありません。あずまやの屋根の下には大きな水たまりができていました。ボタンクサギが大変なことになってしまいました。大慌てで支柱を立ててまっすぐにしました。なんとか大丈夫そうですね。一輪だけ咲いたヘメロカリスがボロボロです。理由はわかりません。青空になったので洗濯物をまた外に出しました。買い物に行く時間が少し遅かったら激しい雷雨に遭うところでした。ギリギリセーフでしたね。三尺バーベナに来ているのは赤タテハのようですね。今年初の赤タテハです。姫赤タテハと赤タテハ、ちょっと見はよく似てるんですけどもね、なんとなく違うというのが家の中から分かりました。まあまあ離れてるんですが、動体視力がいいようで、変わった蝶がいると一発で分かります。丸尾です。箱の中でぐっすり寝てますね。雷は平気です。今日はこの辺で、バイバイにゃー。